今回は匂わせ彼女が SNS で必死だった芸能人ランキングトップ7、ジャニーズが多め、見ていきたいと思います。まずはゆりかさん。ゆりかさんは山口ひかりという名義で芸能活動をしている歌手女優です。ゆりかさんはジャニーズ WEST の小滝のぞむさんと交際に合わせて話題となりました。ゆりかさんはツイッターで小滝さんと同じネックレスをつけていたり、同じピアスをつけた投稿をして匂わせていたり、同じヘアゴムをつけていたりしました。まあ匂わせじゃなくて偶然一緒だった可能性もなきにしもあらずですが、同じアクセサリーをつけて投稿することが多かったようです。その他には同じトップスを着ていたり、同じコンバースの赤い靴を履いたりして小滝さんの匂わせ彼女をしていたようです。続いてはまこさんですね。シンガーソングライターとして活動されているまこさんですけれども、平成ジャンプの高木優也さんと交際を匂わせていました。まこさんは高木さんと同じお皿の投稿をしたり、同じ場所での投稿をしたり、雲も同じような形してるんで同じ日に撮影したんじゃないかと言われてますね。高木さんの右下に匂わせの手が写っていて、これは明らかに女性の手なんですけど、似たようなテイストの写真をまこさんも投稿していて、これは明らかに男の人の手ですよね。いやー、匂わしてますね。続いては女優の夏目すずさんです。嵐の大野さとしさんと匂わしていました、こちらも同じキャップで匂わしていたり、大野さんは釣り好きで有名ですもんね。夏目さんは釣りの写真で同じキャップで匂わしています。大野さんは絵がうまいことでも有名ですが、パグの絵を描いたんですが、それが夏目さんのパグなんじゃないかって言われてます、ね、さらに極めつけが、大野さんがやっていたフリースタイル2という作品の非公式ポスターなんですけど、それが夏目さんのインスタに映り込んでいました。この非公式ポスターを匂わすためにわざわざここに映したのか、偶然映ってしまったのか、どちらかわかりませんけども匂わしてますね。続いては女優の平優奈さんで、キング&プリンスの平野翔さんと匂わしていました。平野翔さんと同じような場所、同じような夕日で投稿したり、2人分のランチョンマットを投稿して匂わしたり、平野さんのおすすめは味噌煮込みうどんに対して味噌煮込みうどんを作ったり、みんなお揃い好きですね。同じようなブランケットを使って匂わしていました。続いては太田のぞみさんです。アイドルグループの放課後プリンセスの一員だった太田のぞみさんなんですけど、ニュースの小山慶一郎さんとの匂わせをしていました。みんなやり口一緒ですね。同じグッチのカバンを SNS に投稿したり、小山さん愛用のサングラスをなぜか太田さんがインスタで投稿していたり、極めつけはハワイに旅行に行った写真を投稿したりしていました。これは匂わせというよりもろですね。この太田さんは縦読みの匂わせも好きなようで、このようにポリネシアンセックスみたいな形で縦読みの投稿も複数しています。続いては伊藤彩子さんです。1位か2位か本当迷ったんですけど、1位は自分のチャンネルでなぜか100万以上再生されているあの方の匂わせを残しておこうと思います。元フリーアナウンサーの伊藤彩子さんは今はもう結婚しましたけど、当時は嵐の二宮和也さんの匂わせ投稿をたくさんしていました。二宮さんと同じガウンを部屋着として着ているのを投稿していたり、ニノのグッズを後ろにちょっと写したり、ニノが着ているジャンバーを後ろにちょっと写したり、そんな投稿をして匂わしていました。そして匂わせ1位に輝いたのは唐田エリカさんです。過去に唐田エリカさんの匂わせ動画をまとめて動画にしたんですけど、それが150万再生もされていてびっくりしました。反響があるってことはみんな興味があるんだなって思いましたね。唐田さんは東出さんとの匂わせ写真を投稿していて、後ろにチューハイが写っていたり、東出さんに似てる壁に描かれてる絵にキスする写真を投稿したり、クリスマスに東出さんと思われる手を写してインスタに投稿したり、東出昌大さんのサイン色紙がある目の前で写真を撮って投稿したりして匂わしていました。みんな匂わせるの好きですね。150万再生されている唐田エリカさんが匂わしている写真のまとめ動画をまだ見ていない方はぜひそちらも見てみてください。概要欄に URL 載せておきます。匂わしている芸能人を見つけたらまたすぐ動画撮っていこうと思いますので、ぜひチャンネル登録の方をお願いします。本日は以上になります。